天一角天一角は、秋代の藩金が建設した、現存する中国最古の書庫である。所在地は、石膏省名波市の海明ぼの区で、市民の憩いの場である月湖の西側に位置する。ファンチアの家宅とともに、博物館として一般に公開され、内外から多くの観光客が訪れている。多くの文化遺産を破壊した、文化大革命の中にあって、 致命的な損傷を受けずに済んだ。なお、天一角、書籍、ファンチアを舞台とした、中国の TV ドラマ、天一生見ず2004年であるが、撮影場所は、水郷ではあるが別の場所であり、ドラマに出てくる、天一角は似てすらいない。阪金は、火星11年の紳士で、漢は、兵部右次郎にまで進んだ。江南の蔵書家が多い地方でも、その在世当時より、 第一の蔵書家と称されていた。彼はその書庫を、駅刑事伝、提言中の、天一章水を北から、天一角と名付けた。書籍にとって、火は厳禁であり、それに相国する水にちなむ、縁起を担いだ命名である。会場には、二十八宿を、片切った二十八家の図紙に蔵書を入れ、その下には救出剤を置いた。家訓として、夜間の立ち入りを禁じ。 喫煙も飲酒後の入閣も、花肌式に至っては、家の婦女の入閣さえ許可しなかった。また、書籍の退出は禁止され、藩士一族が許可を与えない限り、その上すら開けなかったと言われているが、実際には、何人かの巧妙な文人仏閣が訪れ、書籍を閲覧している。高層儀も、天一近くに入り、天一近くの名声を高めた客の一人である。他にも、 全祖持ちなどの在野の学者が、天一近くで書籍を研究し、講義を行っていた。こうして、その蔵書は長らく散逸することもなくで遠存し、新朝で4個前書が編纂された際には、602書を貸し出し473種の転籍が記録された。その功績は、その対価として、古今図書修正1万巻が貸しされるほどであった。ただし、 返産のために貸し出された書籍の多くは返却されなかったと言われる。建築様式として特徴的なのは、書庫の前に防火用に改作された池である。天一池といい、東側の月湖を水源とし、水量は豊富である。四個前哨を収めた文猿閣や文乱閣も前方に消火用の池を備えている。建三十九年に建立帝が作った。 文猿角記の中で、角の聖一如半子天一角と書かれている。さらに増えた蔵書を収めるために新大南後輩にある奥山に蔵書角を作り、そこにも書籍を収納していた。書庫の蔵書構成に関しては、1808年の玄元,元編の天一角書目が参考になる。そこには、4094種の天籍が著録されている。 再生時には7万冊の増書量を誇ったという。ただ、その後の戦乱で散逸し、1889年の節、節福なり編の、天一角み、あり書目では、2056種にまで減じていた。その後、1944年の長万里等による、調査時には、2500種余りを数えている。また、秋代の地方紙や、霊波における、 科挙関連の資料が見られることなどが判明している。ありがとうございます。